はい、皆さんいらっしゃいませ。みなとです。スーパーファミコン、ファイアンブレム、魔性謎、暗黒戦争編、パート70。本日、一枠目ですね。やっていこうかと思いますが、これは配信ができてるんだろうか。ま、とりあえず、やっていきましょう。わかって？はい、バストいらっしゃい。映ってるんかな。一応、進撃の準備が整いまして、こんな感じで、ジュリアンを外して、前回のパーティーのままだね。で、行こうかなと思いますが、どうなるかね。で、行きますかね。イベントがガトー司祭、同盟軍が来た。ここは戦場になる。避難していただきたい。うん、分かっておる。だがミシェいるよ。そなたも愚かじゃな。なぜ俺が愚かと。お前はミネルヴァを愛していたはず。ミネルヴァもお前を慕っておった。幼い時は二人して国の将来を語り、武術や勉学に励んできたはずじゃ。二人が力を合わせれば、いずれマケドニアを、はアカネイアをもしのぐ大国になったであろう。それがガーネフに騙され、つまらぬ野望に取り憑かれたばかりに国を滅ぼすとはな。もう済んだことだ。ミネルヴァは俺を裏切り、国を裏切ったのだ。だが賢者ガトーよ、まだ負けたわけではない。俺にはマケドニア王家の家宝、アイオテの盾がある。これさえあれば、弓など恐れぬ。あの小僧、アリティアのマルスだけは、俺がこの手で仕留めてみせる。それが、マケドニア王たる、俺の最後の意地だ。王家、ならばもう何も言うまい。行け、ミシェイルよ。父を殺した罪を自ら抗うのだ。負け戦確定してるらしい、この人たちの中では。でね、マップ見た感じで、とりあえずこいつが、ここに向かうんだよね。で、ここにガトーがいるみたいだから、ガトーを殺されちゃまずいんだよな。で、マルスはこっち通りたい。が、全軍でこっち行くと、多分こいつらが、ここ塞いじゃうから、マルス以外を、左から進めて、マルスだけ、ちょっと右から進めようかなって、ちょっと考えてるんですけどね。どうでしょうか。うまくいくかね。というわけで、移動していこう。とりあえず、こんにちは。はい、こんばんは。三個目さんいらっしゃい。とりで、店ここか。お買い物係も左側だな。誰を優先で前進めるかな。上級職になってるやつらか。上級職でレベルが上がってないやつがまだいるからね。
りあえずパラディンは突っ込ませよう。なんかさ、ゴードンのこのグラフィック、ゴードンっぽくないんだよな。仕方ねえけどさ、スナイパーっていうやつだから。どうもね、違和感があるね。で、君だけこっち。お宅訪問してから行こうか。さて、ここは何回やり直すかな。ここ最近はやり直さずに済んでる。あいつ突っ込んでくるん？マジか、お前ボスだろ。つまりあれだな、鳥であるし増援部隊が、あれ代わりにお前がそこに行くのか。マジか。王様自ら突っ込んでくるのが。そして飛行部隊が、結構すぐやってきそうだな。ここ行ってる余裕あるのか。ここだろ。あと、あと3ターンで来る、もしかして。民家行ってる余裕ないか。向かわせといた方が良さそうな気がするな。まあ別に名前ありじゃないよね。なのに、王様の留守を預かるのか。こいつか。弓が効かないらしいから多分魔法でやんなきゃいけないんだよな。可能な限りはこいつらで倒して、あー、そういえばアイテム使ってないよ。それぞれブーストさせようと思って渡してたけど、このラインで突っ込んでくるよな。どこで迎えると、
で、こいつ女神像だろ。扉の鍵。サインを出してない。なんとかここの林の方に陣取りたいな。森か。ここまで行かせてくれるかな。で、こいつをどっちがいいんだ。魔除けしてから飛竜か。変わらないか。魔除けと、あ、そっか、次のターンか。次のターンでクイズをドラゴン。あれ、そっち側行くのか。あれマジでマルスに向かってくるやつがいる。あー、マジか。出過ぎなのか。さすがに3体、4体来る ?4 体来るな。これはちょっとリセットか。さすがに、マルス前出しすぎか。5体も相手知らんねえしな。いや、でもこのタイミングで行かないと、ワープ使わないと無理だな。ワープ使うのを前提でやるか。その場合、どちらにしろあれだね。一旦、リセットだな。これはマルズだけじゃ無理だわ。リセット前に、ここで、話だけ聞いていくか。北の村にね、すごく偉い司祭様が住んでいるらしいよ。だけど人間嫌いで誰にも会わないんだってさ。人間なのに人間嫌いとかやめてほしいよ。よし、やりなそう。そうか、久々にワープの杖を使う時が来たか。黄色から始め。人間嫌い。ねえ、何かあったんかね。4個目さんいらっしゃい。アイテム整理でもらう道具。あ、ワープあと10回分あったのか。
で、これが回復するやつだよな。この状態でセーブしといて、見ない。あ、結局その動きはするのね。ただまあ全体的に左側行って、誰を飛ばすか、てかこいつ飛ばすしかないか。こいつだけ飛ばして倒そう。あ、ミスったな。レナ下側行っとけば。こいつは特にないか。持たせてない。マリックはなんか持たせてたような。あ、いろいろ持ってんな。こいつブーストしまぐらなければ。例えばメリクリスコードって誰か持たせてたっけ？あ、オグマに持たせたままか。あ、こいつ秘伝の書持ってた。こいつ天使の衣か。あ、最大 HP か。あれだな、ミシェルに弓が効かないんだったら、魔法職の誰かに、オーブを渡すか。な。あいつ武器何持ってたっけ？普通の武器だったっけ？こいつか？あ、違う。普通の、まあ、銀か。銀の槍か。力高いな。てか、守備もめっちゃ高い。魔法だな。魔法で倒そう。
で、シーダさん、あなたはドラゴンに。あ、これ味方でも赤色なんか。力、守備、魔法防御力下がった。7になったな。低すぎるわけではないけど、やっぱ全体的に見たら。あ、でも低いやつはほんと低いな。こいつ1とか。次の敵のターンで突っ込んでくるな。あ、てか、マルス、レナから話してどうすんだよな。2ターン後に結構まとめてドカってくるな。ボスも交えて。次のターンワープしたら他のやつら来なさそうだ。そうか、あー、かなり広いな。さすがに。もっと下がっといてもよかったかな。こいつ前出して、他下げるか。届かないところに。逃げ切れるかな。終了まであと5分になりました。下げて、こいつ
あ、鋼だよ。あ、まずい。動画じゃないとこに来るな。あいつの配置を間違えたな。そこ行ったら、下げて。ここまでしか行けないよな。ズレな下げて。終了まであと3分になりました。そう、動画を狙わせたかったに。防御高いのどっちだ。こいつ下げよう。ここってジェネラル二人階段にワープさせたらゆっくり攻略できそうだよね。ここにってこと？そうそう。ああ、まあ。耐えられればだけど、ただ、守備20がマックスだから、こいつに多分先に攻撃されるから、10ずつ減っていくね。他20超えてるやつはいないけど。だ、こいつを速攻で落とさなきゃいけない。ミシェルの前に他のやつで壁にならないか？ミシェルが一番先に動く。ここ開けとけよかったな。終了まであと1分になりました。まあいいか。ほら来た。先にその階段に到達してた気がしたが勘違いだったか。あー、そういう意味だったら確かにそうかもしれない。やっぱあそこ来るよね。お、避けた。死んだ。当たらなければどうということはないよ。問題はあれだな、山にいるあいつをどうするかだな。次役いきますね。配信を開始しました。終了まであと5